こんにちは横尾忠則現代美術館の館長補佐兼学系課長をしてます山本と言います学系館全体の仕事を統括するようなポジションにおります今日はこの美術館について皆さんにいろいろご紹介していきたいと思いますこの建物は1982年元は兵庫県立近代美術館の西館として建てられました 1982年といえばちょうど横尾さんが画家宣言をやった頃なのでこの建物は画家横尾忠則とほぼ同じ歴史を歩んできたということになります2012年新たに横尾忠則現代美術館としてオープンしたわけなんですけれども建物は古いんですが中身の床壁天井空調機械などはすべて新しいものに変わっています建物は地上4階なんですけれどもここ1階は無料ゾーンになってまして 我々オープンスタジオというふうに呼んでいます古い建物を改修して新しい美術館にしたものなのでワークショップ専用の部屋とかレクチャールームとかがありませんなのでこの1階でいろんなイベントをすべて行うというイベントスペースのような性格も持っています1階には横尾さんのカラフルなグッズを手に取って見ていただけるミュージアムショップそれとこう外へ出ていただきますとパンダカフェという可愛らしい名前のカフェも併設されています ショップは横尾さんのグッズこれだけたくさん実際に手に取って見れる場所は世界中広しといえどここにしかありませんしカフェではですね、横尾さんがデザインしたカップやソーサーなどでランチやコーヒーを楽しんでいただくことができますこの建物は原田の森ギャラリーと同じく建築家村野東吾の設計によるものです1階が全部こうガラス張りになってましてこの非常に特徴的なかっこいい柱で 2階以上を支えるような構造になっていますなので遠くから見ると空中にキューブが浮いているような不思議なデザインになっています1階にはこの特徴的な柱が全部で4本あるんですけどもこの1本だけがこう室内にあるという面白いレイアウトになっています学系科のスタッフは全部で6名います3人の学芸員で年3本の企画展をそれぞれ1本ずつ担当しています職宅スタッフはそれぞれこう専門性がありまして アーカイブルーム担当保存修復担当広報普及およびワークショップ担当の3名が働いていますここは4階の休憩閲覧コーナーです横尾さんに関する図録ですとか横尾さんの著書ですとかそういった本を自由に手に取って読んでいただくことができますでまた窓からの景色がとても素敵で神戸市のお児童物園があったり神戸文学館があったりしますので ぜひそこにも足を伸ばしていただければ楽しいのではないかと思いますちょうど窓から見える山裾のあたりに横尾さんが神戸時代新婚時代に暮らした場所があるそうですなので横尾さんにとってもこの美術館は非常に懐かしい場所に立っているということになります